さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。久々に出ていただきました。うちのムーブちゃんなんですけど、うちのチャンネルのね、メローダウンアイスクリームのシリーズに出ていただいた M ダッシュさんの木田さんなんですけど、そんな木田さんの作るソフビ、こちらね、ムーブというソフビ、こちらがね、クリアブルーのカラーのものなんですけど、そんなムーブというキャラクターのですね、今回、スタストさんから、なんとカプセルトイが出ました。いやー、早い。もうなんかやっぱ最近本当にこのカプセルトイのね、クリエイターズソフビ、デザイナーズソフビのカプセルトイ化がね、かなりすごいね、流行ってる感じがするんですけど、今回はスタンドストーンさんですね、スタストさんから出ている M ダッシュさんのムーブフィギュアコレクション開封したいと思います。で、カプセルこれ見てるとわかるんですけど、思ってたよりもちょっと小さめですね、サイズ感は結構小さめな感じかなという印象を思いました。マカロニとかね、ストリートファイターのコラボシリーズとかを販売しているメーカーさんですね。そんなスタストさんからムーブが出たということで、早速ね、開けていきたいと思います。2回今回ね、回してきたんですけど、まず1つ目、こちらでございます。じゃじゃん。そう、おそらくなんですけど、スタンダードカラーかなと思います。ちょっと見ていきましょう。カラーは全5種ありまして、こちらが一応ベーシックというカラーですね。青のカラーはベーシックカラーで全5種と。で、1つシークレットもありまして、今回この中から2種、紹介させていただければと思います。で、こんな感じでパーツはシンプルに2つ、頭部のパーツを差し込むような感じですね。いやー、まずちょっとこれファーストロックなんですけど、塗装すごいですね。これサイズがなんかちょっとね、小さめな印象で、よいしょ、頭差し込むとこんな感じですね。これカプセルをね、見た時にちょっとサイズ、あら、結構ちっちゃい感じかなって思ったんですけど、この小ささでめちゃめちゃ塗装がしっかり入ってますね、細かく。ディティール、モールドも素晴らしくしっかり彫られてる感じがして、いや、これはすごい。この小ささで、これ今だいぶカメラ拡大寄ってるんですけど、この小ささでこの造形はすごいですね。もう本当にこう、おもちゃ感もありつつ、なんかめちゃめちゃストリート感もしっかりあって、素晴らしいですね。いいね。やっぱまあ、このベーシックなカラーはもう大正解ですね。で、ソフビと同じように、こちら腕が前後に稼働します。M ダッシュロゴ入りのタグもしっかり腕についてます。で、ソフビとかでね、ポイントのこのジップの部分がしっかり再現されてますね。金色で。いやー、すごい。そしてスニーカーもしっかりね、色、こだわりを感じるスニーカーの造形で、裏もね、しっかりソールデザインされてます。ね、こことか別にやらなくてもいいのにって思っちゃうけど、こだわり感じますね。いやー、いいね。この小ささでめちゃくちゃクオリティが高いです。爪もちゃんと塗られてます。いやー、素晴らしい。で、ソフビのムーブと比べると、サイズ比こんな感じですね。僕が持ってるカラーがね、クリアブルーのみなので、ちょっと参考になるかわかんないんですけど、まあ、結構サイズはね、まあ、お顔の全長とお顔同じぐらいっていう感じかな。いやー、いいですね。で、このソフビのムーブの、例えばここに手が稼働するんですけど、ここに乗せれるんじゃないですかね、もしかして。ちょっとこんな感じでムーブちゃんに持たせることもできますね。ちょっとバランスギリギリな感じですけど、ミニムーブを手に持つような感じで楽しむこともできます。いいね。こっちにこう色を吸われちゃった感じのムーブっていう、ちょっとそういった勝手な物語ができそうな感じですけど、めっちゃ可愛いですね。いやー、本当にすごいな。本当この小ささでよくここまで塗れるんだなっていうのは非常に素晴らしいですね。いやー、すごい。さあ、そして今回もう一色ですね、出ております。こちらがですね、ちょっとさっきとカラーが違うんですけど、こちらが、ラインナップに載ってないカラーです。そう、これ今回、あと2回目で来ちゃいました。こちらシークレットカラーですね。このグレーなんですね。グレーがベースカラーという感じで、ちょっと開けてみたいと思います。さあ、組み上がりました。こちらですね、グレー。グレーもめちゃくちゃかっこいいですね。引き締まってよりストレート感マシマシな感じなんですけど、このグレーのカラーなんですけど、実はこちらがですねギミックがありまして、こちらがなんと蓄光でございます。これね、まさかこのグレーのカラーで蓄光とは思わなかったんですけど、ちょっと今これねブラックライト当てるとザラついてる感じが蓄光で光ってると思うんですけど、さあもう一度見ていただきましょう。ちょっと分かりますかね、このちょっと緑に蓄光で光ってる感じが見えるかなと思います。後ろのムーブちゃんの中身がめちゃめちゃ強蓄光な感じですごい強めに光ってますけど、今回はちょっとこちらのね蓄光をご覧いただければと思います。いやーいいですね。もうディティールもまた光るとかなり浮き出るような感じがして非常に可愛らしいですね。いやーいいね。今回まだもちろんあります。こうまだ続くんですけど、こちらがですね、ちょっとこれはバンダイさんのガチャなんですけど、ちょっとね、まず開けてみていただこうと思います。こちらが、ゲームネタですね。こちら、ナムコミュージアムドットフィギュアチャームということで、ナムコミュージアムの昔ながらのレトロなゲームのドット絵を立体化した再現したアイテムとなっております。でこれなんですけど、今回ラインナップがねパックマンゴーストとマッピーニャームコディグダグプーカということで、私の狙いがですねパックマンかゴーストマッピープーカと4種ちょっと狙いがあったんですけど、そこを見事に外してしまいまして、ちょっと今回出たのがねニャームコでしたね。レジェンドキャラクターではあると思うんですけど、ちょっとね、狙いはちょっとやっぱパックマンとかマッピーがちょっと欲しかったなという感じですね。とりあえずちょっとどんな感じか見てみたいんですけど、めちゃくちゃ可愛い。これやばいですね。これマッピーのプレイ画面の、プラスチックですかね、のプレートと、絵柄の入ったプレートと、ニャムコのね、こちらドット絵立体でございます。立体がねちょっと興味があって回してみました。どんな感じで、ね、出来上がるのかっていう感じなんですけど、この横から正面からの見た絵が一応ファミコンの画面で見ていた、ニャームコ。僕はもうアーカイブスでしかプレイしたことないんですけど、そんな感じでこの横ですね、横とか斜め後ろから見た感じのボコッとした感じのグラフィックが多分本当はゲームとかでは分からなかった部分だなんじゃないかなというところなので、これが分かるのがまた面白いですね。尻尾の色も可愛いんですけど、いや向こう見てたら可愛く見えてきました。目のところが結構ね奥まってる感じがね、またそこもうまくこう光がね奥に陰るような感じで再現しているあたりはこだわりを感じますね。いや可愛い。ボールチェーンなので、持ち歩きできるような感じになってます。これゲーム画面がね一緒についてくるのはいいですね。いやちょっとディグダグも気になりますし、やっぱパックマンが欲しいかな。ドットのパックマン出たら可愛いでしょうね。いやでもこれも大事にしたいと思います。さあそしてこちらも、こちら最後ですね、変わり種です。ちょっとねたまにこういうの回してしまうんですけど、僕がよく遊びに行く、謎の店の店長のテレコマさんがね、ちょっとベイブレードのことについて語っていて、ベイブレードの話聞いてたらね、ちょっと なんかベイブレードグッズ欲しいなってちょっと思っちゃって、ただね、オフィシャルのね、ベイブレードはちょっとさすがに手を出すのはあれかなと思って、なんと今回ね、ガチャガチャですね。タカラトミーのカプセルトイに、このベイブレード X カプセルシューター3というものがありました。まさかのね、ガチャであるとはっていう感じで、だいぶサイズは小さくてね、デザインも簡易化されてるんですけど、一応遊べるのかな、これ。なんか全部スターターキットみたいについてますね。これはちょっと全く何も情報を知らずに、もちろん本来のベイブレードも僕やったことないんですけど、どんな感じになるんでしょうか。ちょっと楽しみですね。なんか本当にできそうな感じしてますけど、どうなんだろう。で、これがコマですよね。コマ本体に、このヘルズハンマーっていうステッカーを貼る感じですね。ちょっとどうなるんだろう。とりあえずステッカー貼って、様になりましょう。意外と難しいぞ。こんな感じかな。これで、だいぶのっぺりですけど、ベイブレード、コマの方ですね。で、これをここにセット？あ、セットできた。くっつきましたね。え、まさかこれできるの？あ、こっちからいい。こう入れて、ちょっと完全に今、適当にやってますけど。あ、ちょっといけそうだけど、音やばそうだな。めっちゃでかい音出そうな感じがしますが、ちょっと待って。そう、ベイブレードは私ね、通ってこなかったんですよね。さあ、ちょっとやってみましょう。いきます。もう完全に、見よう見まね。せーの。よいしょ。おお！すごい。すごい。できる、ベイブレード。ちょっと待って、もっとがっつりいってみましょうか。ちょっと待って。これを、この状態で、こんな簡単にできちゃうの？これを、セット。で、いきます。よいしょ！おー、すごい。ガチャだけどめっちゃ、すごいな、これ。全然遊べるじゃないですか、このガチャ。すごい。ベイブレード、まあもちろんね、大きい本物の方がね、迫力がまた全然違ったりするんですけど、いや、全然、すごい。カプセルトイやばって今思いました。全然、欲しくても買えない子とかは、これでなんか我慢できそうですね。これで遊んでね。いやー、めちゃくちゃいい。ちょっとベイブレード、急な、ちょっと方向転換でしたけども。まあ、素晴らしいカプセルトイですね。というわけでいかがでしたでしょうか。今回はスタッソさんのカプセルトイですね。Mラッシュさんによるムーブというキャラクターのガチャを中心に回させていただきました。いやー、素晴らしい。本当にこれね、この小ささ、なんか本当にね、ちょっとちっちゃっていうね、最初ちょっとマイナスなイメージがカプセル出てきた時にあったんですけど、組み立ててみたら逆にその小ささでこのクオリティっていう感動がありました。ちょっとそのケンエレファントさんとかビニールアーティストガチャとかでね、もう老舗のああいったフィギュアのね、再現のミニチュアフィギュアとはまた違う感動もあったりしてね、ちょっと本当にいろんなメーカー、本当に今すごいね、クリエイターズのキャラクターを立体化するガチャメーカー本当に増えてるんで、本当いろいろ買って楽しめるっていう、まあ、僕らコンシューマーとしてはね、めちゃくちゃ楽しい選択肢が増えて楽しいので、ちょっと今後もまた要チェックっていう感じですね。で、Mラッシュさんのね、メローダウンアイスクリーム、Mラッシュさん、キラさんがどんな方かとか、どんなソフビを作ってるかとかは、うちのチャンネルのね、動画でも見れますので、概要にリンク貼っておきますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。さようなら。